和貝島は相模湾東部に位置する人工島。和貝島、和賀港の月島とも言う、現存する世界最古の港湾施設であり、国の史跡に指定されている。1232年に築かれたが、現在では満潮時にはほぼ全域が海面下に隠れてしまう。付近の陸地は神奈川県鎌倉市在木座にあたり、すぐ南側には逗島リーナがある。 鎌倉市と逗子市の境界に位置する。干潮時には、岬の途端から西方に200メートルほどにわたって、巨石の石積みが見られ、王子の姿を忍ばせる。かつては北側に数本の石柱があり、エを避ける船を経流していた。上空からの我が子島鎌倉幕府の開復以降、相模湾の交通量は増加していたが、付近の前浜では、水深の浅いことから、橋けが必要であり、 事故も少なくなかった。このため、1232年に肝心性の上り阿弥陀仏が、相模湾東岸の飯島岬の先に、港湾施設を築く許可を鎌倉幕府に願い出た。執権の宝城す時はこれを強く講演して、す時の家臣である、李藤月綱、平森綱、諏訪森重らが協力している。回路運ばれてきた、相模国西部や伊豆国の石を用いて、 工事は順調に進み、同年8月3日に着工して8月26日には、竣工した。なお、北起人の,の、上り弥陀仏は、筑前国足圧の新宮浜でも、月島を行っていた土木技術の専門家である。1254年5月17日には、門中書と、万所それぞれの出自宛てに、当選は5層以下にするよう通達があり、 南宋などから船が寄港していた可能性がある。鎌倉時代の半ば以降に、認証が国楽寺の長老となってからは、我が小島の敷地の所有をび維持、管理の権利と、その関所を出入りする商船から商米と呼ばれる、石米を徴収する権利が国楽寺に与えられていた。1307年7月18日には、石米をめぐる問題で訴訟を起こした記録があり、管理の一端が伺える。 江戸時代には、和貝島は、石倉や、船入石倉と呼ばれ、付近の材木座村や小坪村の漁船などの、渓流場として使われていた。1750年頃、小坪村が島の西南方に、新たな出入り口を切り開き、被害を受けた、坂の下村や材木座村との間で1764年に、騒論が起きた。翌年、出入り口の幅を急尺とし、 3月から9月まで7ヶ月間は口を塞ぎ、残りの10月から2月までの5ヶ月に使用するという条件で和解したという。また、鶴岡八万宮の修復工事の際には材木や石を運ぶ船が停泊しており、少なくとも1696年から翌年と1781年には、ヤワタグルと共に島の修復工事も実施された。 1826年の八万宮修理に際しては、満潮時には1メートル以上海中に隠れるようになってしまっているとして、材木座村が島の修復を願い出ている。ありがとうございます。